試写会行った人が誰一人面白いと言ってないのが気になる。今回の「エヴァンゲリオン」興行成績いくんじゃねえかな、勝負に出たんじゃないかなと思ってて。新エヴァンゲリオンですね。さらば全てのエヴァンゲリオンっていう。試写会行った人が誰一人面白いと言ってないのが気になる。いかにもエヴァらしかったとか、本当に完結したんだって言うんです。みんな内容言わないようにしてるだけかもわかんないですけども、誰もね、面白いって普通に言ってないところからちょっと気になる。エヴァらしい。うんとかちょっとね、気になるところなの。エヴァンゲリオンに関していろんな考察動画が出てます。僕も考えてみました。こんな新エヴァ嫌だというタイトルです。考えてみた。さあ、ループ説ですね。これは考察動画で一番よくあるパターンです。シンジ君が何度も人生やり直してっていうようなやつで、まあ前のジョハ Q の歯だったかな、歯月の上にいっぱい棺があって、つまり棺桶があって、その中から渚薫君が出てきてっていうのがあったので、あ、これがなんか何人目の薫君でみたいなので、ループ説ですね。最近のアニメでもループもの多いからそういう風に考える人が多いんでしょうね。ただこれの欠点何かっていうと、もともとエヴァンゲリオンの今回の作品ってハンデがあって、いわゆるこれまでの劇場版全部見てないといけない感じがするんで、それをループものをやったら、ただでさ映画版ってそんなに興行成績が100億もいってるわけがないのでですね、最後の作品であんなに公開感広げてターゲット絞った作品やるのかなと僕思っちゃう。新劇場版を見た観客のみを想定するのはビジネス的にちょっときついと思う。で、僕が考える今回の「エヴァンゲリオン」興行成績いくんじゃねえかなと思ってるのは、ジョハ Q を見てない人とか、あとね途中でやめた人とか、テレビ版しか見てない人までターゲットにしてるんじゃないかなって思ってるからです。これ本当に純粋な妄想ですよ。だからここまでの拡大公開という勝負に出たんじゃないかなと思ってて、ということで僕が 2,3 年前から出したのが昼メロ説ですね。碇シンジ、綾波レイかな、綾波じゃなくなったからレイ、アスカは全て父親が違うだけで、母ユイです。碇シンジのですね、お母さんユイの子供っていう考え方です。でマリは多分ユイのクローンだろうということですね。奥さんのクローンと腹違いの子供が出てきて、シンジは本当に俺の息子なのかというふうなことでですね、父玄道と母ユイが乗る2台のエヴァンゲリオンがボッコンボコン殴り合うですね、どつき合いになると。でファイナルインパクトっていうのは母ユイが繰り出す左フックのことじゃないかなという、いわゆるリングのお狙いの時代ですよね。ギャラクティカマグナムのあの時代で、あれをファイナルインパクトっていかにもなんかありそうだからなという、そんな感じでエヴァ予告編見たらですね、エヴァ13号機と初号機が戦ってる。で13号機って2人乗りだったので、あそこに何か2人がかりで乗っててお父さんと戦うのかなと思っているんです。でナウシカ通説ですね。使徒っていうのは何なのか、で地球に次々と襲ってくる使徒って何なのかっていうのはオウムじゃねえかなというふうに考えました。人類補完計画っていうのはそもそも何かというと、人の心をつなぐ世界、つまり正常な世界なんですね。誰しもの心が全てオープンになって分かり合える世界、正常な世界なんですよ。でそれってまるで不快の底と同じなんですね。ナウシカの不快の底が正常な世界だったのと同じように、ナウシカの原作版でそういう正常な世界には人間は生きられないっていうふうに書いてある。考えてみたら変だったと。簡単なマスクでなんで不快の近くで生きられるのか、それは人間すらがすでにもう調整されていた話だったんですよね。不快の森もオウムも自然かと思ったら、あれはかつての人類が調整した人工生命だったんだ、私たち人間も人工生命だったんだ、だから正常の世界で生きていけなかったんだって、これ原作版のナウシカなんですけど、それじゃねえかなと。つまり人類補完計画が完成しちゃったら、そんな正常な世界では汚れた人間は生きていけない、なので改造される必要がある、これが人類補完計画なんじゃないのかなっていうナウシカ通説ですね。なのでエヴァ下級の9に出てたミサトたちは、漫画版のナウシカたちと同じ、すでに補完計画が発動した後の人造人間たち、しかしまたもや彼らは愚かに殺し合うので、またもやリセットされてしまう、劇場版イデオンの方へ流れる。だからナウシカ通説&イデオン発動変説です。で次の人類こそ戦わないようにおとなしく調整されてしまって、今回の劇場版の「新エヴァンゲリオン」の最後はおとなしい人類がみんなで「おめでとう」って拍手するテレビ版のラストにつながったっていうような感じになるんじゃないかなと考えてみました。